親愛なるギルベルト少佐、お元気ですか？お変わりないですか？今どこにいらっしゃいますか？困ったことはありませんか？春も夏も秋も冬もいくつも季節が過ぎましたが、少佐のいらっしゃる季節だけが巡ってきません。知りたいのです、知りたいのです、愛してるを。知りたいのです、愛してるを。知りたいのです、愛って何ですか？愛って何ですか？わかりません。私わかりません。少佐、絶対少佐を死なせません。もうやめてくれ！ヴァイオレット、生きて、自由になりなさい。心から。愛してる。君は道具ではなく、その名が似合う人になるんだ。お客様がお望みなら、どこでも駆けつけます。自動手記人形サービス、ヴァイオレットエヴァーガーデンです。私、あの人が書いた手紙読んでみたかったな。一体誰への手紙だったんだろう。私にとってあの方の存在はまるで世界そのもので、それがなくなるくらいなら私が死んだ方がいいのです。いつか私が湖を歩くところ、いつかきっと見せてあげるね。お父さん、お母さん、お人形遊びをしましょう。それから本読んでおままごとして。おめでとう。10歳の誕生日おめでとう。18歳の誕生日おめでとう。寂しくて泣いてしまうこともあるかもしれないけど、忘れない。お母さんはいつもアンのこと愛してるわ。私は今愛してるの。Thank you.